キチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日はですね、はい、誰が一番信頼性ある、うん、チームのために貯金をどれだけ作れるか12球団ドラフト。はい、いやーむずい。しかもこれはですね、はい、前回の、勝ち星、うん、そして防御率で選んだ選手を取ることはできません。うわー、だからあの今ここにじゃあ一覧出していただいて、はい、各球団こんだけの選手はもう今から選ばれてるんで、その選手は選べない。はい、それ以外でどれだけ信頼性がチームの中であるか、はい、ドラフトです。そうですね。だからもうソフトバンクで言えば藤井、和田、大関、オスナ、モイネロは取れません。はい、でこれはもうリリーフも OK ですから。そうですね、はい、これはもう、うん、勝ち引く負けの全部の合計、うん、はい、これもうマイナスになったらやばいよ、見る目がマイナスもあるからね。全然あるじゃないですか。あ、あります、あります、はい、だって先発ピッチャーだってね、もしかしたら8勝10敗もあるかもしれないし、うん、そうだったらマイナスになっちゃいますからね。うん、だからリリーフでも4勝1敗とかあるから。あります、あります。そうしたらプラス3になるから、うん、だからそういうのを見越してですよね。そう、まあ、リリーフっていいピッチング続けてたらどっかで勝ちますもんね。おー、これでもどこから行くかは。そうなんですよ、超難しいな。ここはもう規定投球回とかね、うん、あの全くないからね。はい、もうただ勝ち負けのプラスマイナスですよね。でどこから誰から、うん、もう結構いないからね。そうなんですよね。俺はもう第一順、私も最初から決めてました。はい、決めました。決めましたか。はい、いいですか。はい、これ信頼が厚いよ。ああ、でも厚いよ。だって貯金どれだけ作るかだからね。はい、しかもこの選手が選べないからね。はい、これ相当価値高いですよ、ここで選ばれる人。そうですね、いいですか。佐々木さんが選べたって、うん、じゃあ、はい、いいですか。はい、せーの、柳。おーし、かぶってない。俺、中日柳。はい、私、ライオンズ松本渡る投手。おー、で、いいね。はい、東浜投手が先生、はい、で、柳投手ね。いや、俺も東山迷ったのよ。うん、私も最初に結構ね、行くか迷ったけど、でもやっぱりちょっと中日がね、うん、小笠原王の高橋宏斗もいないからね。そうですね三本柱が。次いいですか。あ、ここ行きたいけどな。じゃあ2巡目いいですか。決めた。私は、はい、すごい好きな選手いきます。もうちょっと僕もそっちに行きます。うん、もう期待で、期待で、はい、せーの、西川。西純也。はい、俺はもう石川、ソフトバンク。うん、で俺も西武、もう早くも西武もう取る必要なくなった。あ、そうですね。2巡目で。え、これはリリーフ6とかないですよね。そうだ、ない、全然ない。え、なしですか。うん、その縛りなしですか。なし、だって、おー、何や、だって、まあ、それだって関係ないやん、なんか別に。あ、じゃあいいっすよ、よかった。めっちゃ気にしてたし。そうだ、はい、よし、はい、じゃあ私ここ行こっかな。え、いい、決まりましたか。はい、決まった。いいぞ。いい、あ、またあ、いいよ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 、オッケー。いいですか。はい、せーの、吉村。俺ヤクルト吉村。あ、いいですね。私は楽天、滝中投手で、先生が今ロッテ、はい、貯金だからね。そうなんですよ。はい、よし、じゃあ決めた。 OK、 はい、せーの、加藤隆。俺、日本ハム加藤隆。あー、あー、そうだ。私はカープの遠藤投手。おー、いいね。阪神の伊藤将司。あー、これで俺、阪神も。あ、そうだ、もういい。早いね、みんな被せるね。あれ、先生、あれ、佐藤さんどこ行ったらでしたっけ。俺、加藤隆。あ、そうだ、日本ハム。リリーフとかどうなるか分かんないから選びづらいよね。うーん、はい、どうしよっかな。これ、ここ行ってみようかな。 OK、 ちょっと浅い。よし、決めた。いいですか。はい、せーの、田島。俺、田島、オリックス、う
私はヤクルト木澤投手。おリリーフ。はい。木澤投手去年そうだね。うん貯金結構作ってるんで。はい大丈夫ですか。夜もいいよ。はい。ちょっと待ってください。はい。せいいですか。ここはでも被んないからな多分。いいですか。まあ、いいかはい。せーの岸。菅野知ってた。菅野ですよ。いや俺菅野俺いつ行こうか迷ってて。いやそうなんですよね。でもいつ戻ってくるかっていうのはちょっと分かんないしなっていうのは。もうジャイアンツのエース入ってないことはちょっとね。うん、そうですね。はい。私オリックスの本田仁美投手もうリリーフで。リリーフでまあラオウがホームラン途中で打ってひっくり返すっていう。騎士ね。俺は騎士だって、うん。はい。よし、ここにした。ここにした。うん。ここにした。もう私、あれです。もう貯金とかわかんないからさ。OK。いいですか？期待してる選手って感じですね。難しいですね。はい。いいですか？せーの、横川。うわ、かぶったもうここで。うわ、ここで。ここでかぶる？マジで横側かぶったちょっと心情的に説明すると菅野がいなくなって焦って巨人取んなきゃって言って横側にしようっていう、はい、しかも私今ジャイアンツいないんだよなってこうやって見てたからさすがにもうちょっと外してくるかなと思ったんですよねえ、誰栗広島よ横側取れないのマジかこれちょっともう潰し合いやめましょうよ、潰し合いうん、そうだねはい。いいですか。せーの、直江。直江とめっちゃ迷いました。どっちにしようかな。直江。リハトラにしますからね。うん、はい。私は赤星投手が今年は頑張ってくれる。うん、やだな、佐藤さんと被ったらやだな。よし、OK。はい。せーの、石田。俺石田。はい、DeNA 私ロッテメルセデスメルセデスね、うん、期待大はいで佐藤さんが石田、うん、DeNA 先生はピーターズピーターズヤクルトはいあと4つ俺はもう被らない俺だからもう DeNA 今俺本当はロッテ行こうと思ってて、はい、西野、うん、俺はねで西野行こうと思ってたらあとどこ取ってないのえDeNA 誰も取ってないじゃんと思ってもう早速と早速と思ってあーなるほど僕 DeNA 決まってますあじゃあ、はい、DeNA いやもうでも DeNA 行くのだって DeNA だけであとそっかかぶってないのだからもう DeNA 行くしだからさっきのいや中日もなんですよあまだ中日と DeNA2、うん、人ともはいあでも僕 DeNA2 枚あるんで別にかぶっても大丈夫ですだからさっき今のようにですよじゃあどっちがさっき DeNA と中日行くかが勝負だねそうですねじゃあもう欲しいのは中日ですもう俺はロッテ、広島、阪神、西武かぶらないから、ね、いやゆっくり考えてて俺もう次ロッテね、西野、うん、もうここ頑張ってうー、はい、いいですかちょっと待って、苦しいじゃあ僕かぶってないとこ取っていいですかうん、もちろんじゃあ楽天、安楽いや俺阪神は、うん、いや阪神どっちにしようかな岩崎と浜地浜地ですねいや分からんやんもうこんな運やん確実に、うん、じゃあ行きますかはいもうここ行ってみようどっち行きますか DeNA ああやめましょうかうんいいよじゃあ僕 DeNA ああ駆け引き駆け引きいよいよはいせーの涌井かぶるねーあの今の嘘なんですかいやそれ駆け引きだから僕は本命涌井選手しかいないと思ってたいやもう私ももうあの涌井投手しか考えてなくて今次考えた俺阪神はね岩崎にするはいかぶるね私今日かぶるなそう。被るのが好きだ、うん、最
悪だ。横顔もかぶったし、最悪だもん。もう今も DNA ずっと言ってたのに先生。もう嘘つき嫌い。本当もう。よし、じゃあ俺ね、西武はね、水上にする。いないもんね、はい、水上が。いないです。はい。以上、小川さん。いい？はい。はい。もう完全に DNA だから。はい。せーの、タイガー。最悪。タイガー来るなと思ってたんですよ。最悪。かぶすね。先にこっち行けばよかった。もう先生が DNA 言ってるから、じゃあもう涌井投手先行こうと思ったのにさ。そこら辺が駆け引きだから。もう。よし、じゃあ俺広島。玉村にするわ。じゃあぽいね。うん。はい。いいですか。いいですか。はい。でも、もうかぶりそうでやだこれ。もうかぶせないです。大丈夫です。本当？もう大丈夫です。はい。私は自分と関わりのある人を選ぶ。はい、OK です。はい、僕が外します。じゃあ、はい。はい。せーの。三島。入江投手。はい。私は三島投手、同級生。あと中日ですね。お、中日かぶっちゃうね、まだ。1対1勝負、1対1勝負。もうさっきも平涌井で分ければよかったんですよ、本当に。あんだけ投手のもんね。よし、じゃあ私もここ行こう。いい？はい。はい、せーの、祖父江。勝野投手ね。はい。私は祖父江投手。じゃあ、あとは私、自由に。あと、ファイターズとホークス選びます。僕、オリックスは坂東。ホークス、坂東。鈴木健也にしようかな、じゃあ。もう全部選んだろ。僕、終わりました。うん。誰？僕、上から巨人が菅野投手、阪神と中日、勝野、広島、栗。ヤクルト、ピーターズ、DeNA、DA、楽天、アンナ、日本ハム、ポンセ、ソフトバンク、東浜、オリックス、小野、ロッテ、三馬、西武が与座。俺は中日、柳、ソフトバンク、石川、ヤクルト、吉村、日本ハム、加藤、オリックス、田島、楽天、岸、巨人、直江、DeNA、石田、ロッテ、西野、阪神、岩崎、西武、水上、広島、玉村。で、貯金30。お、お、じゃあ、あのファイターズ鈴木にします。ケンヤ、はい、はい、鈴木刑事、え、ケンヤさん、イチロー、ケンヤさん、鈴木、鈴木イチロー。じゃあ、はい、私がライオンズ松本、タイガース西純也、イーグルス瀧中、カープ遠藤、ヤクルト木澤、オリックス本田、ジャイアンツ赤星、マリーンズメルセデス、 DeNA 三島、ドラゴンズ祖父江で、ホークス坂東、ファイターズ鈴木です。お、な、貯金何個？え、貯金いくつって言いましたっけ？30。31。はい。先生は貯金何個？貯金36。おお。そこは32じゃないんだ。じゃあ皆さんね、はい、誰が勝つのかぜひ、はい、ご応募お願いします。はい。